嬉しかったよ、みんな今日昼公演うまいです、多くて嬉しかった。3ヶ月後に行ってないのにて、公演後にどうしても飲みたくなります。あ、始球式ありがとうございました。今日も公演終わりにナイスピッチナイスピッチって声かけてくれる方いっぱいで嬉しかったです。これはマイティにおごらせました。そうなんです、マイティにおごらせました。ちひさんとなぎささんはノーバンでした。かりんだけ。え、ノーバンってどういう意味？一回もバウンドせずにキャッチャーのところに届いたんです。なぎささんに関してはなんならキャッチャーを超えて飛んでいってました。そうなん。やっぱなぎささんって力というかパワーがすごいですよね。かりんは逆にあとちょっと遠かったらもう綺麗に入るぐらいコントロールが良くて、うん、けど距離が届かなかったです。なるほどね。バーンって言ってました。またリベンジやな。でも徐々に上達してるんじゃない？去年は逆にあれです、方向がダメでした。あーなるほどね。そうすごいよね。私投げたらどうなるの？まっすぐ投げれてて、え、なんかゆみさんも強そうですけどね。なるほど。何やらか何やらかりんちゃんの練習はノーバンいけてましたよ。礼儀の良さが噂になってますよ。あえてなんかありがたいことにこうなんていうんですか、記事にもしていただいたんですね、うんうん、その記事のある記事で、うん、律儀な、うん、律儀な始球式みたいな感じなのが記載していただいて、とても光栄です。嬉しいよね、そうやってネットに上がってくれるの。私はもう本当に気持ちだけはやっぱり感謝の気持ちを込めて、こんなものが失礼しますという気持ちで立たせていただいたので、うんうんうん、私のその、お辞儀でそれが伝わっていたら嬉しいなと思います、ね、そうやな、大事やもんな、はい、律儀でしたか。え、どうですか、なんかもう、私昨日始球式させていただいた時が9連勝目の試合だったんですよ、阪神タイガースさんが。だから今回今日勝ったらね、渚さんのこの始球式の日に勝ったら10連勝なんですよ。これはちょっと見たいですよね。応援しています。はい、すごいな。私もそういうの欲しいわ。はい、でもやっぱ何周りの影響めっちゃ大きいです。確かにチッヒーさんにいっぱい話聞くようになりました。せやねんとかでもね、いっぱい、ね、そう、阪神の特集があるので毎回。確かに確かに。勝利の女神今勝ってるみたいで、うわあ。ゆみちゃんは俺が初めて握手会に行ったと、うん、今日めっちゃお昼公演でお久しぶりにお見かけする方が多くて嬉しかった。え、思ったねえ、うん、えー、久々やんって。久々の方多かった、嬉しかった。昼公演一緒に並んでた以降もゆうちゃんファンです。嬉しいす、もう嬉しいよ。みんなめっちゃ緊張した。またルームスとかでも喋りますね。ありがとうっす。今日はナンバで SK のライブがあって、その前に入ってた人もいたね。だって、あ、そうなん、そういうことか、本当にお見かけしない方とかもいらっしゃって嬉しかった。今日は昼公演見に行ったよ、ありがとう。こちらこそありがとう。昼公演の髪型どタイプでした？チムさん、メイクのチムさんにお任せしたら、本当チムさんで天才なんです。そう、あの髪型昼公演めっちゃ、え、これ食べていいんですか？いいよ、食べ。やった、昼公演の髪の毛めっちゃ気に入りました。ずっと言ってんもんな、うん、一回気に入ったらずっとやっちゃうんですよ、ね。わかるわかる。もうカリンしか食べてないですよ。いいよいいよ。赤服。赤服ママからもらって。マジでゆみさんのママ可愛くて、うん、愛しくて仕方ない。そう、みゆに、みゆのお母さん、みゆお母さんね、みゆにも言われた。うん、似てますよねみたいな、うん。私のママ可愛いんですめっちゃ。うん、マジでそのままやねんな。私わからんからさ、ずっと一緒におるから何が似てるのかが、うん、似てるとは、ね。多分本当に。ゆうみさんが自分のいつかこうお子さんができた時に、うん、自分の子供の習い事とか、うん、授業参観とか行って発表とかしてる時に、ゆうみさんはきっとその自分の娘に向かって、うん、レンジャーちゃん
よきゃきゃとかやってそう。でも最近ママね、なんかライブ行くのもめっちゃ私のコールしてくれるか、ゆうちゃんダンサブルライブもめっちゃ声出してたらしい。かわいい。ダンサブルのアンコールなんか発動したママらしい。え、マジで言ってます？え、じゃなかったですか？でなんか聞いたで私は。マジで言ってますか？うん、うん、っていう聞いたで。ってなんか私は聞いたけど。お疲れ様です。バイバーイ。うわ、赤服じゃないね。食べる？あ、大丈夫。はい、誰の赤服ですか？あ、私ヨミさんの。言ってたんですね。言ってないよ。あ、ママ、うん、マジでもう本当にミュウがね、私のツボでね。何がですか？なんかおもろいことしました？おもろいのツボじゃない。あ、え、じゃない、うん、いや、おもろいっていうツボもあるけど、はい、なんていうの、ツボってもうそういうの含めて全含めたツボ。好きってことですね。そういうことやんの。そういうこと。ありがとう。この回しにツボじゃなくて好きってことですね。好き好き。私も好きよ。え、私も大好きです。やばい。本当に大好きです。はい、でもプー使ってあの売名してくれなく、私の名前を使ってくれなくはい、そうね、プーだけしか使ってない。確かに確かに。あの見てる人は小島かりんのネタって思っちゃう。確かに、うん、じゃあ私これからプー使えるってこと？泥棒猫。泥棒猫。泥棒猫。泥棒猫だって。かわいい。バイバーイ。本当になんか和田美優っていう人間が好き。わかる。めっちゃわかんで。舞もそうやけど。そう、平山舞が好き。うん、石田由美は？うん、好きです。どう思います？ねえねえ、ちゃんと言って何が好きな私の。ミッシュあるかな。ゆめちゃん今日のヘルコインありがとう。かわいい。ありがとう、久々に会えて嬉しかった。また会おうね。ね、どう思います？え、なんてティッシュいりませんでしたか？いりませんでしたか？うん、どういうこと？ねえ、雑くない？本当にちゃんと言って。はい、え、何ですか？ちゃんと言ってね。いや、好きで、好きじゃなかったらこんなんいないです。え、そっか、ツンデレやもんな、かりんちゃん。ほんまになんか先輩にはあんまり言えないですね。なんでなん？先輩こそ言えるやろ。え、なんでだろう。なんでだろう。今日生意気な、急に私が好きって言ったら反応してた。マイティ可愛い反応。可愛い。なんか可愛いとかって後輩にしか言えないじゃないですか。なんか先輩に向かって可愛いってあんまり良くない、言わないですよね。確かに。目上に可愛いっていうなんか言葉の使い方かな。がカリンがしないだけだと思います。あんまそういう、あ、そうやね。そうそう。いや、でもする人はすると思います全然。来てくれて嬉しいですしね、別に。なんていうの、嬉しい。そう、いや、いや嬉しい、わかるんですけどね。カリンも後輩に言われて嬉しいからね。だけど、なんかカリンはね、なんか、いや、なんかだから、その、ウーカさんの卒業とか思い出したとしたらね、うんうんうん、綺麗とかの方が言葉としては好きです。なんか、スッと出てきます。あ、本当に、なんかそういう感謝とかの方が先に出てきちゃう。なるほどね。そうそうそう。ちゃんとしてんねんな、カリンちゃん。いや、違うんですよ、多分。いいって言うよな、これいい。これいい。言わんけ。それ言うんですか？それいいみたいな。へ、うん、いいですねそれみたいな。いいですよそれみたいな。結構言ってんで。言ってない？言ってるかも、うん、言ってる言ってる言ってるかも、うん、最近ね、私多分もうめっちゃ当たるんですよ、かりんちゃんの考えてること。いや、これはお互い様ですよ。え、めっちゃ当たるんですよ。いや、でも当たってますの、はい、怖いぐらい。すごい。でも、うん、他のメンバーにも当たるような私。すごいっていうか、なんか観察力というなんか、なんか正直本当にあのゆみさんってその頭、頭脳としてはあんまりその高くないと思うので、高くないよ偏差値とかね、うん、そういうなんか本当に頭脳系でいくと、うんうん、だけどなんか心を読み取るとか、うん、なんか人を見たり、なんかそういうとこの才能に優れている、うん、ってめっちゃ思う。変化とかね、人の変化とか、そ
そうかも。めっちゃ思う。こっちの方が見るかも。そう。めっちゃ見るもんだって。なんで評価かかりますね。狩り苦手です逆に。あ、そうなん？めちゃめちゃ見ちゃう。なんか。ゆうみさんは人の変化に気づいた時に、うん、うまいことちゃんと声かけれるんですよ。ゆうみさんってかけますよね、わりかし。え、分からへん。え、声かけますよ。だってねだってね、いいですか、うん、こないださ、なになにちゃんがなんか落ち込んでたからなみたいな、うん、なんかどうし最近どうなって聞いてみたいな、絶対言うんですよ言うな、言うわ、うん、全メンバーに声かけてるんですよ。声かけてるわ、自分が気づいたら、うん、だって分かりやすいもん、メンバー。いや、だけどカリンは分かっても、うんうん、なんて言うんだろう、聞いていい話なのかなじゃないけど、うん、なんか聞けないんですよね、私は。それはなんでなの？なんでだろう、なんでと言われたら、同期でもそうです。あ、気づきます。あ、今調子悪いなって思ってそっとしとくんや。そう、一旦そっとしとく。で、何に引っかかってるのかにかか時間がかかります、私は。それがモヤモヤしちゃうから、モヤモヤっていうか、うん、調子戻ってきてから聞くタイプです。なんでな、遅遅ない？いや、別にいいねんけどってなるで、そっちか、こっちからしたら。もうそんなん別にいいねんけどってなるそうですよね、うん、でもそう、なんかその場による。なんか公演前に落ち込んでたら、やっぱり公演の気分を上げるために、上げるためにもそうだし、なんかこっちが助けになれることがあるんやったら、うん、で助けたいなって。バイバイ、ありがとう。ちゃんと味わってますか、うん、めっちゃ味わってる、超味わってる。そう、助けれることがあるんやったら、うん、助けたいなと思って。なるほど、ね、でも私逆やね、自分が落ち込んだ時そっとしてほしいね。本当にそうなんですよ。それね、おとっちゃんもんね、うん、いや、なんかそうですね、そう、なんかでも多分ほっとく時はほっときます、ほっとけます、うん、でもなんかそのあれによるよね、今のなんかまあ場所による、場所やな、うん、あと私とゆうみさんとかは特に、うん、その空気が変わっちゃうから、自分たちで。そうやねん、そうやねん、そうやねん、分かってんねんけど、いや、もうそっとしてってなる、うん、逆にそれをなんか不機嫌って分かってるのに、大丈夫ですかとか、ゆうみさん今不機嫌ではない、言わへんと思うけど、まあ、不機嫌ですかって言われると、大丈夫なんですかっていう言葉を言われると、なんか余計になんかダメなんだ、ダメなの。あら、え、分かっててそれ言ってるのに、うん、大丈夫なわけないってこと、うん、そっとしてよってなっちゃう人。あ、なるほどね。けど私逆やねん、気づいたら言っちゃうんですね。言っちゃうの。めっちゃ矛盾してますね。矛盾してるけど、カリンはだから声かけてもらえたら嬉しいんです。え、気づいてくれる子いるんだみたいな、うん、まあ嬉しいね、声かけてくれるのは、うん、時と場合による。うん、なんて言ったらいいんやろ、難しいね。悩みにもよりますよ、ね、あ、そう、悩みにもよる。そうだから、かん、な、なんていうの、考える。そう、分かりやすい子だったら喋れます、カリンは。うん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 、とか逆に、なんていうの、あっちを声かける、なんか「お疲れ、よくやったね」とかの方がよく言うかも。ああ、確かに言ってるわ、言ってる意味であるわ。なんか「ああ、もう疲れた」ってなる時ってもあるじゃないですか、うん、人って頑張りすぎたらね、うん、だから「よく頑張ってるよあなたは」っていうのを一言言うだけで、うん、なんか確かに難しい人って言われてた、ね、私めっちゃ難しい人やね、難しい人、めっちゃ難しいのよ、ね、困ったもんね女子むずだって。そうやね、女子ってむずいのよ。なんかでもそう思ったら、今は60人、60タイプの女の子たちと活動してるんですよ。これすごいことですよね。でも、うん、でもさ、私たちはさ、身近にいるからさ、なんとなくさ、わかるけどさ、うん、なんか男の人からしてもめっちゃ難しいと思う、女の気持ち。女は女の気持ち分かるし。確かにね、スタッフさんとか大変でしょうね。絶対大変よ。まあ言ったらね、マネージャーさんとかで男性の方とかいるけど、難しいと思いますよ。考え方も違うから、うん、それぞれね、よう成り立ってるような。ファンにまで人に話すタイプだから、まあ、落ち込んだ時に、ファンの人にも話す？ファンの人、あ、でも話します、お話し会とか。
でも聞いてくれるので、あ確かに確かに、そう聞いてくれてたらな、うん、私もその話しかせん。めっちゃでもなんかカリンは思うんです、こんな話したら長くなりますけど、うん、なんか一回ルームスのなんかブログにも一回書いたんですけどね、うん、アイドルとファンって言葉にされるじゃないですか、うん、まあそうでしかないんですよ、うん、でもそうなった時にもうアイドルとファンでしかないって寂しくないですか、うん、でもゆうみさんなんてカリンよりも長いことやってるから、うん、12年の歴史というか12年の思い出がある方がいるわけでしょ、うん、12年前から応援してくれてる人がいるから、うんうん、それがアイドルとファンという言葉だけで済まされるのめっちゃ嫌じゃないですか、ちょっとなんかちょっと悲しさみしいなってなる、そうなんて言うんだろう、うん、それだけじゃない、うん、なんかもうそれ以上に交わしてきた言葉だったり思い出だったり感情だったりがもうありすぎて、いつもお話し会の期間とか終えるとめっちゃ感じるんです、うーん、なんかいや表記にしたり表向きに表現される言葉はもうアイドルとファンでしかないけど、でもなんていうの、アイドルを知らない人たちから見られる関係性はそうでしかないけど、うんうん、ちゃんとなんか深くまで知ってる人たちからしたらというか、うん、なんかもっと自分たちにとってはなんかファンっていうものがもっと身近というか、うん、なんか本当になんだろう、力になるものなのに、うん、なんか軽い言葉で済まされるなってなんかめっちゃ思うんですよね。なんかこれめっちゃ難しい話、難しいな、でもそれでしかないんですよ、うん、言ったらね、うん、だけどなんかいつも感動しちゃうんです、なんでこんな話が共有できるんだろうとか、しかもさ、なんかあった、私めっちゃな抱え込んで自分で考えるタイプやね、うん、もうファンの人にめっちゃやる、もうなんかあったら言いなさいって、うん、味方になってくれる人がいるっていうのがなんか分からへん、アイドルとしてこっちがなんていうの、だって勇気や元気を与えなあかん、そのいけないのに対して、わかるわかるわかる、なんか弱音が吐けなかったの、わかるわかるわかる、これを吐いたとてファンの人寂しい思いするだけやん、うん、やし、いやでも言ってって言ってくれます、そうやね、言ってって言ってくれるから、うん、でも言えます、そう言われるとな、だからめっちゃ言ってる、でもよその言ってる自分を考えた時に、うん、思うね、うわ言い過ぎたって、あうわちょっと言い過ぎたなって、まあまあわかるかもしれない、うん、ってなっちゃう、やっぱりもう今の大丈夫やったかなとかめっちゃあります、そうそうな、あるよな、はい、だけどなんかまあそんなことしながらももちろん自分のことをもう応援しなくなった方々もいるけど、うん、でもずっと応援してくれてる人たちがいるじゃないですか、うん、もうそれがなんかすごいことで、いやそうやね多分だからそういう人に対してはもう本音で ぶつけれる、私はそうそう、だから喋れちゃってるから、うん、なんかそんな簡単な言葉で済ませられるような、なんかもう関係じゃないなみたいな、ね、本当になんか人生において、うん、だっていつかその渚さんの卒業もありましたけど、いつか話せなくなる日が来るじゃないですか、うん、変な感じしません？いやほんまにな、えそうよな、そう私多分な、親にも話せへんし、言うたらもうかりんちゃんそばにいるけどさ、うん、メンバーにもそういう悩みとか打ち明けへんからさ、うん、唯一打ち明け、めっちゃ打ち明けんのがここやからさ、わかりますわかります、違うことを言ってますよね、うん、そう、それがないとなんかちょっと、あそうそうそう、あなんか、あ聞いてほしい人がいないなみたいなとかね、そうそうそう、楽しい話はもちろんですけどね、うん、それはめっちゃ考えるかも、不思議、なんか友達でもないし家族でもないし、ファンって何なんだろうみたいな風に思うぐらい、うん、難しいよな、難しいけどすごい思います、うん、確かに確かにっていう、なんか急に深い話、深い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 、いつでも話せるんですよね、はい、またじゃあお話ししますね、嬉しい、いつでも聞いたのやって、優しい、ありがとう、じゃあそろそろ終わりたいと思います、そうだね、またルームしますね、しましょう、これいつまでなの、うん、私だけ食べただけすいません、いただいちゃって、ありがとうございます、ルームさんママ、
8月12日。じゃあお疲れ様です。バイバーイ。8月12日って昨日まで。いかを食べてる。ゆみさん、賞味期限切れのものを私に食べさせたんですか。信じられない。大丈夫、1日だよ。1日とは言え。ゆみさん、昨日までの賞味期限切れのやつ食べさせられたんですけど。え、2つ食べたんですけど。大丈夫よな。まあ美味しかったんでいいですけど。大丈夫ですよね。そんなことあるんだ。賞味期限切れでした。大丈夫だよ。明日お腹壊してたらすみません。本当申し訳ないですけど。明日なんかある？大丈夫です。用事は大丈夫。はい、お腹壊したら言って、はい、言います。気持ちの問題、確かに。はい、ではランキング発表したいと思います。まさかの。はい、12位ゆずきちゃん、11位つっしーさん、10位たな、あ、変わった、12位田中、11位わるよしさん、10位ゆずちゃん、9位ともすけ、8位ぽこなしさん、7位くるみちゃん、6位つっしー、5位ゆっきー、4位ゆりりん、3位さつきちゃん、2位りょうたろうくん、1位みほちゃん。ありがとうございます。ね、賞味期限を最も美味しく食べれる期間よ、やって。え、どういうこと。なんかいいように言ってるってこと。それは賞味期限のものを今一番美味しく食べれるよってこと。でも切れてるもん切れてるし、その1日前、12日までに食べるから美味しいよっていうための賞味期限ですよね。12日までが分かった、13で書いておくわ。まあ賞味期限なんで消費じゃないからねっていうのは分かってますけど。すいません、分かってますけどね。ありがとうございました。では終わりたいと思います。バイバーイ。13位抜けてるって。13位野原しんのすけのすけさん、ありがとう。バイバーイ。8位みゆねちゃん、7位きーちゃん、6位